どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。なーに始めました。よいしょ、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。さあ今回は久しぶりでございますよ。本当にちょっとお家でデート企画をやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。いや久しぶりですね。まあ、デート企画といえば皆さんですね、また今ベップさん来るんちゃうかと思うかもしれませんけれども、今回ちょっと僕のデート企画ということで、一緒にデートしてくれる子は、この方でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ゆらちゃんでございます。よろしくお願いします。かりんちゃんありがとうございます。はい、本当に一緒にねデートしていただいて、はい、まあ、今回ですね、ゆざちゃんと僕でちょっとデート企画でお家でね、一緒に料理しまして、そうですね、そうですね、はい、で料理して彼氏彼女みたいな感じで2人で作ったものを一緒に食べながらうだうだ喋っていこうという、企画でございます。ありがとうございます。本当にとんでもないです。すいません、ありがとうございます、ね、僕より今ベップさんの方がいいかもしれませんけれども本当にね絶対お兄さんの方が怒られるわベップさん見たらどうすんねんほんまに。なんですかあれ、かりんちゃんあれ見ましたよあれ。なんで僕の知らないところで言わないでくださいよ。言いそうやからね。コロナが落ち着いたらまた大阪城でデートしてあげてください。ベップさんも寂しがってますから。ゆざちゃんよろしくお願いします。ちょっと一緒にね、だから見てる方はですね、僕が料理してる時は、まあ、女性が見てたらですね、あ、彼氏が料理してると思っていただいて、かりんちゃんがね料理してる時は男性の皆さんは、あ、彼女がちょっと料理してるみたいなね感じで、交互にカメラで撮っていきたいと思いますんで、じゃあ今日はそんな感じで最後までよろしくお願いします。お願いします。久しぶりにデート企画でございます。最後までお願いします今日はですね2人でパスタを作っていきたいと思います。はい、ゆうたちゃんはソースをね事前に作っていただいて、そうなんです、ありがとうございます。ほんまに、いやだって、もっとちゃんとしっかり料理するかなと思ったら市販のやつでいいって、はい、姉さん言うから、はい、言いましたそうなん、確かに嫌やと思って、はい、すいませんありがとうございますで、まず茹でるのは僕がね役割ということで、パスタ茹でるぐらいはね、いや、なんかやったことあるんですよ、これ水入れるんですね、はい、このぐらいですか、はい、ちょっと少ないですね。ちょっと少ない。はい、すみません。2人前やったね。2人前でもっと。これね、もう何にしましょう。はい。はい、で、火つけますか。火つけて、はいはい、ワップなんで。これ、いいんですかもう。もう大丈夫ですか。はい、置いてますね。はい。あかんね、こういう敬語とかもあかんよね。恋人同士やから。カップル同士ということで。ためですか。はい、ため口でもう行きましょう。もう行きましょうって言うと、もう敬語。これ、どのぐらいでんの、やばいね。1人 100g。これか。はい、このぐらいでいこうか。ちょっと時間ない。ね。これな、こういう感じのやつだね、入れて大きい鍋じゃないからやっても意味ない、あ、もう意味ないか、意味ないか、やばい混ぜないと、はいはいはい、下に入ってるのと硬さ変わっちゃうから、なるほど、混ぜてあ、ね、今見てる方、かりんちゃんのいい声が聞こえました今ね、混ぜて、言ってバンバンの食べて、みたいな、ね、言い方で言いましたけどもね。で、タイマーつけてない、タイマーつけてない、何分茹でんのこれ、何分か読めたかな、読めていい、いいのね、これ口難しいほんまやな、僕38、まあ、言うてる前に39になりますけど、かんちゃん今年いくつ、23になる年、はい、16 やばいねすごい顔してるやばいねこれね、モロのやばいねじゃないけど、いや、ほんまのこれリアルなやばいねやね、そうか、そんな上やったよな、そら、やっぱこういう世界やし、敬語なっちゃうよね、そんな混ぜなくていいですか、はい、言わんかさあ、来ました、来ましたよ、もう時間ですよ、もう、ご飯ですよ、みたいなあ、うまい、いいね、いいですねうわ銭湯入ったみたいな感じ湯気がね、さあその間にこれチンしまして、これかりんちゃんが作ってくれたやつでございます、はい、これはもうこのままでずっといいの、オリーブオイルで取っといた方がいいです、うんうん、あ、今入れとくのね、置いといたらそのまま固まっちゃうというか、乾いちゃうの、これどのぐらい入れますか、入れましょうか、言うてもた感覚いや、どのぐらいや、この、もう多い、少ない、全然大丈夫、オッケー、オッケー、このぐらいでいいでしょ、混ぜて、あ、混ぜて、はいはい、あ、結構その、S ですか、え、結構あれやね、司令塔なりたがるタイプ、どっちでも大丈夫です、うん、
どっちでも大丈夫。何ですかそれは。これ皆さんセクハラちゃいますから。これデート企画ですから。ニーナやめとけよって言われたら直接ダイレクトメッセージで送ってください。はい、コメントに書かんといてください。すいません。お皿に、はい、入れると。入れましょう。はい、盛り付けます。はい。あ、ちょっと固まってるね。やっぱな。オリーブオイルつけて。え、クレーム？クレーム言われてるやん。1、2枚で。めっちゃ多いですけど。多い？これ多い？多いかな？多い？わかんない。すいません、汚いですけども。パスタできました。じゃあ次はカリンちゃんの出番でお願いします、はい、さあ次はカリンちゃんが料理してくれます。お願いします。はい、お願いします。お願いします。料理って言えるほどのもんじゃないですけど。何作ってくれるんですか。カプレーゼを。あ、カプレーゼを。いやカプレーゼちゃんと言いましたよ。マジか。はい、ありがとうございます。カプレーゼね、お兄さん何か知らなかったですもんね。全く知りません。モッツァレラも半分にします。ん？モッツァレラ半分にします。この丸いモッツァレラなんですけど。はいはいはい、丸いモッツァレラ。ほう、こういうやつ。ほう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 。お任せします。ちょっとわからないので僕は。お任せします。何でもいいんですか。何でもいいです。ええー。あ、手際いいですね、パリンちゃん。得意料理何やに。カチャトーラ。ちょっとわからへんな。そのカプレーゼの次の何、憲法。中国憲法ですか。カチャトーラっていう憲法ですか。違いますよ。チキンと、うん、なんかチキンとトマト煮込みですね。チキンで。そうなんや。あと和風パスタも得意ですよ。自分でソース混ぜて。あ、結構パスタが得意なんね。パスタ屋さんで働いてる。あ、そっか。そうや。これチーズ切んねや。チーズ切ります。もう、まあちょっと遠目でね、見たいっていう方おられるかもしれません。そんな遠くでこうやって彼女が作ってるよというね姿、やっぱ彼女とか奥さんがその料理してる、まあ、後ろ姿がねいいって言います。はい、言うので、え、ちょっと待って、俺まあまあずっとセクハラしてんのか。本人がそうじゃないって言ったら大丈夫です。あ、大丈夫なんですか。じゃあ私がセクハラって言ったらもう終わりです。あ、ほんまやね、アウトやね、もう一発アウトや。え、もうこんだけでいいんですけど、うん、あ、終わった。どうしましょう。これもうこのまま食べれるの。あと塩と胡椒とオリーブオイル、うん、ほんまはバジルをのっけたいんですけど、はい、バジル持ってきてないので。兄さんが買ってこいって言ったんで、うん、今日極みの前に全部揃えて、はい、はい、すいません極み行って、はい、保冷バッグに保冷剤入れて、うん、ちゃんと持ってきました、うん、ありがとうございます。すいません。じゃあもうこれでいきましょうか。これで、はい、はい、もう早速食べましょう。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、いや、いいですね。久しぶりですよ、こういうの。いや、でもごめん、ジャイコに怒られるわ。クリスマスやってたわ。ごめん、ジャイコ、ごめん。普通の同期の男や思ってた、ジャイコ、ごめんな。ごめんなさい。超失礼。かりんちゃんがこれ作っていただきまして、ね、味付けもしていただいて、もう早速食べましょうよ。はい。ね、いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、デートや言うてんのに。めちゃめちゃ敬語やねんか。ね。緊張する俺、ガチで作ったからね。ミートソースはかりんちゃんが家でやってくれましたよ。ガチで作ったって麺言うてない。ほんまや。いきます。味濃いかも。うんうん。あ、うまい。うまいですよ。うまいですか。うん、やった。いやいや、ええやん。うまいね、料理ね。茹で加減はあんまりやからね。じゃあこれ、いただきます。これ、はい、一緒やね、一緒に食べて。はい、ちょっと塩加減とかどんなんか全然わかんないですけど。うん、全然、あ、うまっ、おいしい。久しぶりにこのね、若い子とこうやってご飯できるって嬉しいですよ。デート感が味わえました。また頑張りますよ、明日からも。2021年頑張れます、うん、頑張ります。へこんだ時あったら、はい、ぜひ来てください。ご飯作りますよ。はい。その愛人的な扱いをしないので、ちゃんと動画出てもらって企画として呼びますので、はい、はい、今度はちゃんとここで作らせてもらうっていう企画に。ほんまや。はい、それをちゃんと作りましょう。麺茹でるだけじゃなくて。俺も俺も怒られてる今。でも、うん、まさかほんまにあの麺茹でるのにこんなになんかいろいろ言わなあかんとは思ってなかった。ほんまにカメラ止まってるとこでまあまあ言われてたからね。あー、気きついと思って。
それはお姉さんができなさすぎたぜひかりんじゃあ、また来てください。はい、ほんまにこのねコロナがなくなったらね外とかも行きたいよね、うん、ほんまにレンタル彼氏、レンタル彼氏ね、あ、いいじゃないですか、いっぺんやりましたからやりましょうよ、第2弾で、第2弾やりましょうよ、はい、お前 ありがとう、とんでもないです、ありがとうございます、わざわざ作っていただいてありがとうございました。今夜のゲストは湯沢かりんちゃんでございました。ありがとうございました。またデートしてください。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。まだしゃさやだなチャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。